実は私、人影のモノマネがめちゃめちゃうまいって言われるんですよ。だから披露させてもらっていいですか？ピカピカちゃん、どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。マスープトロールドアクションオブプラント、えげつない量の植物の騙しコースということですかね。で、ずっと前からこの制作者さんで気になってることがあります。0018ってなんだ、教えろ教えろ教えろ。もう騒がしいでしょっぱな。だがですね、皆さん見てください。説明文にガバや罪などあったら教えてください、全力で謝りますって書いてるんですよ。このガバ発見機ことガバ名人、絶対にガバを見つけて謝らせてみせますよ。だけど反対にガバなんてなかったら僕が謝ってやろうじゃないか。なんで俺が謝らちゃいけないんだよ。いやだってそうだよな、プレイする側は何も関係ないもんな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.02%。 そんでさ、大量の植物っていうコース名だから、めちゃめちゃパックンが襲ってくるようなコースだと思うんだよね。いや、ずっとパックンだけ襲ってこられても僕の引き出しが持たねえよ。いやー、持たさいな。1,2,3,4,5,6,7、 7体もこの場所でいるじゃねえか。これ上と下どっち行く？いや、下行っても行き止まりだもんな。こっちに行くしかないよ。あー、開幕ブロッカーとか言ってすぐ上に行ったらね、ピオキングさん、なんで右下のハテナブロック叩いてくれなかったんですかとかいうね、わけのわかんないコメントが来るんですよ。だから僕はこのハテナブロックを叩けませんよ。当然だよね、こんな一マス入れるわけないじゃん。ここからジャンプして右に行けばなんもないんか。じゃあここは隠しブロックはなさそうだな。じゃあ左に戻っちょっと待ってよ、これ左、あ、戻れた戻れた。で、ここに隠しブロックがあるよな。で、ここの上に、じゃあやめて、ジャンプしたらバツだったじゃん。ですよね。なんかさ、大量のパックがいるぐらいで意外とパックにやられたりしないんだな。開幕はなっていう準備してたんだけどね。右に行っても特に何もならない。じゃあハテナブロックを叩きますよと。リンク、あのリンク素直に取らせてくれとか。戻るときさ、このパブロック乗れないのかな。ジャンプしてみようか。ジャンプすると乗ることができた。ジャンプしなくても乗れそうな気するんだけどな。で、次は下に行くか右に行くか、一旦右のブロックを壊しておこうか。うん、届かないのね。いや、届かないなら届かせればいいだけよ。弓で弾きまくって向こうのブロックを壊せばいいだけだ。見なきゃ18号さんよ、もうちょっとブロックを先に設置するべきだったな。そして次は音符を叩いたらアイテムが出る。そうなんだろ、返せ俺のマスターソード。すぐで、音符を叩いた瞬間すぐにマスターソードを取る。そしてこの花を倒せばいいんだ。なんか出た。何をやっているんだ、本当に何をやってんだ。ここでパックンを倒したところで、どうせこの針に当たってしまうじゃないか。わざわざパックンを倒す必要なんてなかったのさ。なになに、めちゃめちゃごちゃごちゃしてんな。このオンオフをすればいいのかい。すると、やめてください。皆様聞こえますでしょうか、このチリンチリンという音が。猫じゃらしなんですよ。僕は今からこれを口に加えたまんまやっていきたいと思います。ただこれを口に加えると何も喋れなくなるんで、音が出たら即終了ということでやっていきましょう。ちょっと準備するんでお待ちを。とりあえずオフ。音出まくってんだよ。みんな言い訳させて、この猫じゃらしがあるじゃん、めちゃめちゃ敏感で、ちょっと動かしただけでもすぐ鈴の音が鳴っちゃうのよ。で、やってる時に僕の飼ってる猫がめちゃめちゃ飛びついてくる。さっきまでめっちゃ飛びつかれてたんだよ。じゃあ下か右か、うん、右のリンク取ってみようか。そしてすぐ左に逃げれませんと思ったけど、ここで爆弾でブロックを壊せばいいだけだよ。そんなものに引っかかるとどうなの。マスターソードとかいう餌に釣られてしまったぜ。で、これ下降りれんのか。なんでよ、さっき左のパックに当たったから右を進化してみようか。なるほど、これで先に進めるのか。で、チビにならなくちゃいけないのね。またまた、さらにさらに。そしてここでなかなか壊れないぜ。あ、中間ポイントあんじゃん。で、上のパウ叩けなかったから何もしなくて下に降りていい。そうだろ、それで中間ポイントどこ行ってんだ。バラバラしながら落ちてくるんじゃろ、このパターン。
あんなスーって落ちるとか笑うに決まってるでしょ。じゃあ左に行く、そして右の方ジャンプすれば中間をゲット。さあどこに出てる、これジャンプしても何もないでしょ。なんだお前。いやしかしすごいな、パックンだけでこんなに大量の罠を作るなんてさ。でもしかし僕にはまだ物足りないよ。まだまだ大量のパックを出してもいいぐらいだね。お前はもう出てくんだ。右に行ったところでだよな、パンかなんか発動するのかな。なるほど、隠しブロックで鉄球が出てくるとビョンオフするとどうなる。ほぼ全てのパックに引っかかってんじゃない。じゃあ左には行けないから右に行くしかないよな。これ右にジャンプだ。そうだろ、バカだれ。では左でいいのかい。左に落ちるとパックに当たんないのかい。当たんないけど先に進めないよ。え、何よこれ。隠しブロックが出てくるのね。それはわかんない。だって隠しブロックでもちゃんと表記してくれないと僕はわかんないよ。パワーブロック叩いちゃっていい？上に行く、上に行くのは間違いだと思いますよ。あんなところに行っても何もないね。僕はこれ下に落ちて右押しっぱか、それともオップドバってダウンディングは何言ってんださっきの。すいませんね、変な喋り方をしたらすぐに噛んでしまうんですよ。じゃあ右に行ったら、ああ隠しブロックがあんのか。で右のパックンたちなんかめちゃめちゃかっこいいね。あらあらしてるけどそういうの嫌いじゃないぜ。下に降りる。そう、基礎は好きなんだよね。スピード勝負だ、すぐ下に行く。そして土管に入る。土管には入れないのか。上は貴様、考える時間ぐらいちょうだいよ。すぐ下に行けっちゅうことでしたね。右にジャンプしてみる。隠しブロック、なんか右すげー行きたくなる。この隙間渡れるかな。もう行ってみようか。ギリギリまで左にジャンプしてこうから、ジャンプ行ってよ。期待させんな。この18号さんもなかなか面白い仕掛けを作ってくれるね。だが所詮は18号、クリリンと結婚してモブキャラに変わる運命なんだよ。このクリリンどもはどこに行け。ちゃんと中間ポイントの方に落とせよクリリン。じゃあ右押しっぱでいいんだと思いますよ。そうでしょ、それで中間は取れるんですね。あとはゴールのみだよ。下に行く、上に行く、隠しブロックとかは、なさそうだね。じゃあそのまま上に行ってみようか。まあ素直に上に行かせてくれるわけないと慌てましたよ。じゃあ下に降りて行きの、キノコが必要みたいなこと書いてんな。このキノコ取らせてくれんのかい。うん、こっちには来ないな、左の。うん、何何何、もうやめてよ。右には進めたのに左には戻れないと。でもさ、右に行かなきゃフラワーが落ちてこなかったから右行く、そしてすぐ左。なるほど、これで大丈夫っていう話ですね。でここでチビになりの、またまた2分の1か。右が進めると思いきや左が進める。そうなんだろ。いや、どうしよう、もう一旦右行こうか。あーじゃないんだよ。じゃあ右は何なのよ。パラピピリピパリピポンパリピになりたい人生だったよ。 Do it、 下に行けということかい。あの真ん中僕が行けないとでも思っているのかい。行けるわけねえだろ。なんですかここは、左に落ちれってことかい。一旦ジャンプしてみようか。ジャンプするとなんか嫌な感がする、嫌な感がする。入らしてくれる、入らせてくれる。ゴールはまだかい。なになにここ動けないと思ったけど、下土管があるけど土管には入れそうにない。あ、待っててよかったんじゃない。でこれは一体ずつ倒そうか。いや駆け抜けた方が、いやいやこれさチビにならなきゃいけないよ。ここで先に進めなくなるもんな。さあちょっと今噛みそうだったけど、このまま右にダッシュだ、そして右にダッシュだ。いけんのか。こういうねシンプルでシュールな罠、僕めちゃめちゃ好きですよ。いや違うんだって、これさ地味に難しいのよ。左の方に行けってさ、右に行く、そしてすぐ左。もういいってそれ。いやマジでむずいんだって。僕がいつもやってる一発マリオぐらい難しいかもしんないここ。一旦下に降りようか。下に降りた瞬間左、あーこれで大丈夫なのね。そして右ダッシュ、うわオープン叩けばよかったかな。まあ何もないの信じよう。これはゴールなんでね、の下にゴールが見えるよと見せかけて、ゴールじゃない。そうだろ、だから僕は下に行きたいと思いますよ。絶対あっちは違うぞ。そうだろ、ほらだ、右でいいのけ。そしてこのハテナを叩くと何が出てくる。ブキベット。まったく、こんな分かりやすい罠に僕が引っかかるわけないっつーの。あんなところで絶対ゴールさせてくれるわけない。
は？僕ね、この場面が終わればゴールが見えると思うんですよ。だからそれまでシャキッと行こうよ。じゃあブロックを食わしてからな。ここで電話記録を取っていいんでしょうね。あっあっ、ちょ、いや、まだ全然大丈夫だよ。マジこんなところに丸々置いちゃうなんて、僕困る丸なんつってごめんね、今のところ面白いすぎるからカットしないわ。さあ土管に戻りーの、こっからどうすればいいかって話したんだよな。これでもしかしてゴールできるみたいだ。あ、これヒントか。出が記録を持って左に戻れと。うるせえせっかくヒント書いてもらってるのにそんなこと言うなって。じゃあここでレガキノコを取ります。そして左に戻ればいいんだよな。そしたらゴールできるっていう感じだと思うんだけど、さっきパックンのところいたじゃん。このパックンの下がゴールだと、そういうことだ。よっしゃーいや、今回のコースパックンだけでこんなに仕掛けが作れるのかとすごく感動しましたね。すごく楽しいコースありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ミニアクション砂漠の風30秒、進め分に行って戻ってまた行って、ということは1往復半したらゴールできるっていうコースだと思いますよ。ただ砂漠の風って書いてるじゃん。だからその風がめちゃめちゃ邪魔してくるんだろうね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.3%。 やったことある方はわかると思うんだけど、風ってめちゃめちゃうざくない？急に止んだりとかするから相当操作しにくいんだよね。さあ始まった。まずこのスターは取れないのか。ってことは奥に行ったら P スイッチかなんかあるから、それを押してこいっていう感じなんじゃないかな。まあ、この辺はそんなに難しくないよな。でこの P スイッチを押しましてーの、風風ってなんで風って、うざすぎるこの風が。急にやんだりするからさ、操作が取られたりするんですよ。でどこでやめ、一旦さ、これ落ち着いていこうか。時間はね、意外とあったりすると思うんですよ。ここでいつ風が来る、あっさ。まあそんなに難しくはなさそうだよな。帰ってくる時が難しいだけであって、床がなくなるからね、それさえ乗り越えることができれば全然クリアできると思う。なんだそれ、邪魔するな。風ごときが俺の進行を止めるんじゃねえ。俺を止めなければお母さんでも連れてくるんだな。さあ、あーもうふぅ、クッパの火がマジで邪魔なのよ。クッパの火を避けつつ、この風をさ、うまく利用しつつ行けってさ、意外と難しいもんなのよ。ここは右ダッシュでいい。さあこっからよ、問題はいつ風が吹いてくる。風を味方につけろ。よしよしよし、これ下じゃば、下じゃばここまで来ればもうこっちのもんなんでねえな。さあ風を吹いてきても、このスターの前では敵なしだ。よっしゃこれ面白い、ぜひおすすめですね。皆さんやってみてください。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、1-2バッドユーオンリージャンプ。 1-2 だけど、あなたはジャンプするだけということですね。まあサムネを見る感じ、 1-2 を氷ブロックに挟まれながら進む、その中で障害物をかわしていけっていうコースだと思うんだよね。いや、これめちゃめちゃ面白そうだなと思って、 1-1K とかだったら見たことあるんだけど、 1-2 はさすがにないよね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.86%。まあ氷ブロックの移動ってそんなに速くないから大して難しくないんじゃないかなと思うんですけどね。じゃあこの扉に入ってって開始っていう感じだと思うんだけど、やっぱり挟まれちゃうよな氷に。あれ、このクリーボーってさ、引っかかるやつと引っかからないやつがいるんだ。それがわかんねえな。このノコノコは引っかかります。いや、引っかかったら結構簡単じゃない。引っかかるやつと引っかからないやつがわかんないんだけど。いや、こんなん全然簡単じゃないよ。たまたま引っかかるクリボーと引っかからないクリボーが、あ、わかった。線の上に配置されたクリボーは引っかからないんだ。で、下を歩いてる敵たちは引っかかってくれるみたいな。それをきっちり見極めなきゃ今後やられるかもしれないね。じゃあここは上に行きの、こいつも引っかかる引っかかる引っかかるって、ここはジャンプだ。あいつ、いや、これマジ面白いね。でこのクリボーたちは引っかかってくれる。でこれはちゃんと上に行かなきゃいけないよな。そうだよな、落ちないわ。楽しい、楽しすぎるぜ。ただジャンプするだけなんで、なんでこんなに楽しいんだろうな。この上に乗って痛い。ここのブロックってさ、全部乗ったらいけないんじゃない？途中から降りてってみようか。この辺で降りてみる。そしてここでジャンプ、やっぱり降りなきゃいけないよな。上登り続けてたらさ、ブロックに挟まれちゃうもん。でこの階段むずくないか。大丈夫、いけるか。で、リフト取れ。さあもうすぐゴールだと思いますよ。最後に土管かなんかあってゴールがあるとか、そういうことでもないね。普通にゴールさせてくれない。いやー、よっしゃー。
いや本当に楽しかったこの一度に。もうちょっと難しくてもよかったかもね。いろんなラインに敵キャラを設置するみたいな。いやでも本当にすごく面白かったです。どうもご視聴ありがとうございました。